皆さん、こんにちは。スマホのコンシェルジュです。今回は、プライバシーポリシーの同意は大丈夫表示された場合の正しい処理方法について説明してまいります。最近では、LINE や h o o のプライバシーポリシーの同意の画面が突然表示され、戸惑った方も多いかと思います。プライバシーポリシーの画面は、通常、アプリのインストール時に表示され、細かくチェックすることなく、 同意している方も多いかと思います今回はそのプライバシーポリシーの同意について各社でプライバシーポリシーが異なるのかどの項目に気をつければよいのかどのように判断すればよいのかという点について説明してまいりますスマホのコンシェルジュの YouTube チャンネルではスマホの基本操作から不具合時の対処方法スマホとパソコンの連携など スマホやパソコンに関する動画を多数配信しております。ぜひそちらもご参照ください。また、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。それではまずはじめに、最近話題になっていた LINE や FOO のプライバシーポリシーについて、簡単に確認していきましょう。LINE や FOO のプライバシーポリシーの画面が突然表示され、同意を求められた理由は、 LINE と Yahoo が統合されそれに伴いプライバシーポリシーの利用範囲が拡大されたためになりますご存知の方も多いかもしれませんが LINE も Yahoo ももともとは別々の会社で別々にサービスが運用されていてプライバシーポリシーも別々のものが使用されていました2023年10月1日に2つの会社が統合されたことで 会社名も LINE や Hoo に変更になり個人情報の利用範囲が拡大したことで変更になったプライバシーポリシーへの同意が必要になったという背景があります。主な変更点は個人情報の利用範囲の拡大になります。その狙いはグループ内での個人情報の相互利用とその個人情報を利用した広告効果の最大化になります。 同じタイミングで LINE と Yahoo のアカウント連携の画面も表示させた理由はアカウント連携をしてもらえると個人情報を簡単に統合することができ個人情報の管理と利用がしやすくなるというメリットが LINE や Hoo、ah、側にあったからになります LINE や Yahoo も同様ですがサービスアプリを含むを利用する場合には 必ずプライバシーポリシーの同意が必要になります。LINE、Yahoo、YouTube、Google Photo、Amazon、楽天、ドコモ、Apple、Microsoft などを利用する場合には、それぞれプライバシーポリシーの同意が必要になります。プライバシーポリシーに同意するタイミングについては、原則アカウント登録時、もしくは会員登録時の場合が、 大半になります同時に利用規約にも同意する必要があります Google NTT ドコモ楽天など一つの会社で様々なサービスを提供している場合には一つのサービスでプライバシーポリシーに同意すると他のサービスで再度プライバシーポリシーの同意を求められることはありませんプライバシーポリシーはサービス単位ではなくそのサービスを運営する会社と 利用者の間で締結される同意書になりますそれでは次にプライバシーポリシーとはどのようなものなのかについて一緒に確認していきましょうプライバシーポリシーは一言でお伝えするとサービス提供者側が利用者から取得した個人情報をどのように取り扱うかを示した宣言書になります プライバシーポリシーの中で取り扱われる個人情報には本人確認などで提示するパスポートや免許証生体認証などで利用する指紋や顔写真その他携帯電話番号住所名前生年月日メールアドレスなどがありますそれぞれ個人情報としての重要度も異なります一つの情報だけで個人を特定することができるものほど 個人情報としての重要度が高く、いくつかの個人情報を組み合わせないと個人を特定することができない個人情報については重要度が低くなります。最近は一人一台携帯電話番号を持つ時代になってきている点と、携帯電話番号の取得には必ず本人確認を求められるという点から、携帯電話番号自体の個人情報としての重要性も、 増加してきています個人情報が流出した場合の損害賠償金額は過去の判例によると3000円から5000円くらいになっています先ほども説明をいたしましたが個人情報の重要度、個人を特定できる情報か否かによって損害賠償金額も変わってきますニュースにもなりましたので 聞いたことがある方も多いかもしれませんが、2018年にベネッセコーポレーションの関連会社から462名分の顧客情報が流出するという事件がありました。その際に支払われた損害賠償金額が一人当たり3300円になります。また少し古いニュースになりますが、2007年にヤフービービーの顧客情報が流出するという事件があり、こちらは 1>, 1人当たり5500円の損害賠償金額が支払われています損害賠償金額については流出した個人情報の種類や流出した個人情報が利用されそれにより発生した被害の状況によっても損害賠償金額が異なりますこちらの2社の損害賠償金額の主な違いは個人情報の流出とそれに伴い追加被害が実際に発生したか 発生していないいななかの違いになります興味がある方は各事件を検索していただくとさらに詳しい情報を確認することができます。各社でプライバシーポリシーを比較しても個人情報の取り扱い宣言書になりますので内容の相違はほとんどありません。大手企業有名なサービスであればプライバシーポリシーの内容自体を特に気にする必要はないと言えます。 ただしあまり有名でないサービスやよく知らない企業が提供するサービスであればプライバシーポリシーの内容をチェックする必要性はありますのでその点は覚えておきましょうプライバシーポリシーの内容を確認する上でチェックすべき項目は8つあります今回は LINE や h o o のプライバシーポリシーを例にしてその項目と内容を確認していきたいと思いますまずはこちらの4項目になりますが 一般的な内容になり NTT ドコモや楽天などの他の企業と比較しても同じ内容になります5つ目から8つ目の項目の中で LINE や f ーが他社と異なる点は5つ目の個人情報の提供範囲と6つ目の個人情報の安全管理になります5つ目の個人情報の提供範囲で 委託先としてグループ会社以外の海外企業を含める場合がありますが、LINE やフーでは現時点では中国企業は含まれていません。また、6つ目の個人情報の安全管理で LINE やフーの場合には個人情報の保管場所が日本、米国、韓国の3カ所にある点を明記しています。おそらく LINE やフーの場合には合併をする際の条件として。 親会社であるネイバーが提供する韓国のサーバーを利用することが条件に入っていた可能性がありますその利用料から得られる収益も買収金額を補填する条件になっていると推察されますもちろん LINE や h o 自体が上場企業になりますのでコスト面でもデメリットがないようにはなっていると推察されますいずれにしても大企業有名サービスであればプライバシーポリシーの中身については それほど相違がないと言えます。プライバシーポリシーに同意すべきか同意すべきでないかは、サービス提供会社の信用力が一番重要になります。プライバシーポリシーの内容がほとんど変わらないとすると、同意すべきか同意すべきでないかは、サービス提供者会社の社会的な信用力、技術力、資金力、 国が重要な判断基準になります。個人情報の流出が起きた場合、大きな会社や知名度のあるサービスほど、受ける被害が大きくなりますので、個人情報の流出が起きないように、いろいろな対策が取られています。また、技術力が高い企業ほど、不正アクセスに対する知識があり、その対策などもきっちりと取られています。資金力がある会社は、技術力が足りなくても、 技術力が高い会社に外注することで安全対策を取ることができますまた個人情報が流出した場合でも原因究明のための調査費用必要な損害賠償金額今後の安全対策などの必要な費用を捻出することができます場合によっては一番重要な判断基準にもなりますがどの国の会社親会社の所在地を含むがサービスを運営しているかが 重要になりますそれでは最後に個人情報を100%流出させないようにすることは不可能に近いため個人情報が仮に流出したとしてもその損害を最小限にする方法について一緒に確認していきましょうまず1つ目になりますが一般的には小規模な企業ほど人数も少ないため 個人情報の管理が雑になりやすくなりますので重要度の低い個人情報のみを登録するようにしましょうまた登録する個人情報の量も極力減らすようにしましょう大企業であっても個人情報の流出を100%防ぐことは難しいのでセキュリティを強化するようにしましょうまた利用するサービスを分散させることで流出する個人情報の量を制限することもできますので その点も考慮するようにしましょう。二つ目は技術力が高い企業ほど取得保存している個人情報の安全性への考慮がなされています。そのため保存している個人情報も細分化して保存され別々に鍵などをかけて保管しています。仮にハッキング等の攻撃を受け個人情報が流出したとしても 一部の個人情報のみで済むような設計になっています3つ目は国ごとに個人情報に対する価値や重要度損害賠償金額も異なります日本は欧米に比べると個人情報に対する考え方価値がまだまだ低いと言えます個人情報の価値重要度に合わせて登録する個人情報を選別することが重要になります いずれにしても、プライバシーポリシーに同意すべきかの判断は、サービス提供者側の信用力、資金力、技術力、カントリーリスクを総合的に判断した上で、そのサービスを利用するかを決める必要があります。利用したいサービスがある場合で、少なからず不安を感じた場合には、極力個人情報を登録しないようにすることが重要になります。 以上でプライバシーポリシーの同意は大丈夫。表示された場合の正しい対処方法についての説明を終了いたします。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また、有料メンバーシップにてコンビニで印刷できるテキストの提供も行っております。ご清聴ありがとうございました。